皆さんご機嫌いかがでしょうか。クイチャーパラダイス沖縄三線教室クイパラのパーコです。今期もアニメが豊作ですね。早々のフリーレン私見てますよ。すっごい面白いですよね。毎週金曜が楽しみでならない。さて前回お知らせしました通り、今回はねこちらの早々のフリーレンの主題歌になっております夜遊びの勇者、勇者のクンクンシーを今ここで作ってみたいと思います。もちろんね全部完成っていうのは目指しませんので、できるところまでやって、そうですねこちら一応勇者の発売日決まってるのかな、来月半ばクンクンシー完成を目指して頑張っていきたいと思いますので、ちょっとね一緒にやってみたいなっていう方は、あーでもないこうでもないしながらちょっと一緒に見ていきましょうかね。カメラ揺れちゃった、今まさに始めますということで、私は曲を聴きながらやりますので、私の相棒 iPad ですよ。皆さんも勇者曲覚えました？透明感のある歌声素敵ですよね。ただなんかすごい難しい、私覚えるのにとても時間がかかった、頑張った、まだちょっと細かいところが怪しい。前奏がなくていきなり歌詞に入りますね。私が用意しましたこちら紙とノートと私の相棒 iPad、 紙の方は、印刷に失敗した裏紙用意してます。ちら裏ですね。あの師匠のこれ数字切れちゃってるんですけど、来月12月16日に師匠コンサートするそうです。詳しくはホームページのお知らせを見てね。よしじゃあ早速クンクンシー作りやってまいりましょう。今日も私はレンタル三振と、これで、ちょっと待って、音が何になってるのかな。GCG ね、 GCG に合ってます。やるんなら原曲でやれよって思われるかもしれないんですけど、すいませんね、私ね悲しい病にかかっておりまして。いいですか、 GCG ってことは、これでドレミファファソシドってなるじゃないですか。私この愛の音になった瞬間全部ドレミに聞こえる病にかかってるんですよ。つまりこれ私ドレミファソラシドに聞こえるんですよ。違いますよね、だってドがこれなんだもん、 GCG なんだもん。ってことは G ってことは、C がドだからドレミファソ C C D E F G G だからソソソソソ、これドレミじゃなくてソラシなんですよね。絶対音感欲しいな。まあそんな悲しい病を抱えつつも、なんとかクンクンシーはやれば作れるので作っていきます。音に関してはちょっとあんまり気にしないでもらえると、絶対音感の人ごめんなさいね。相対音感の人は私と一緒で同じ病をこじらせましょう。歌がまるでおとりの話から始まるんですよね。まるでおとりの話、終わり迎えた証。最初のね、私5000譜も書けないんですよ。ほんとよくこの仕事できてるなって思うんですけど、なんでいつもだいたい勘で、まるでおとりのだから、これかな、中かな、ちょっと中行ってみよう。まるで、じゃあこれ中かな。じゃあ上行ってみる。おと
ぎの、おとぎのだから、おとぎまでは多分上だよね。これじゃ、4じゃないことはわかる。半端なとくるかな？オツのフラット、ちょっととりあえず、謎だけど、オツのフラット行ってみよっか。で、まるでおとぎの話だから。うん、パス。で、終わり迎えた。はい、わかんないところはね、そのサックサック飛ばしながらいつもやってるよ。終わり迎えたでしょ？前もって準備しろよって思った人、すいませんね。前もって何も準備してません。準備したことといえば、カラオケで歌えるように歌ってきたぐらいかな。よし、これも、チューチューチュー、ジョージョージョーでいこう。歌ったけど私、なんだか高い音なのか低い音なのか早速分からなくなってきたな。読んでいいや、もう違ってたら後から直せばいいもんね。あ、これはハマったんじゃない？上高中でいこう。証は上高中でいこう。終わり迎えた証、長すぎる旅路からだよね。長すぎる長すぎる旅路から。中だ、長。長すぎる。5、5、5、6じゃない？76だと思うのよ。みんなどう思う？長すぎる。で、また中に戻るかな。たびじからだから。中上4。高中だと思う。おつおつおつ中上。切り出したが、おつおつおつ中上。あれ、私今おつおつおつ中上つった？一節は高尺中かな。高尺中、これでいってみよう。とりあえず切り出した一節で、それはまるで、違う違う、それはかつてこの地にだから、それはまるでおとりの話のあたりと一緒なんだよね。さっき飛ばしちゃったところだわ。フラットいらないっぽいぞこれ。おつ4上4。それはかつてこの地に、チューチューチュー、ジョージョージョー、オツオツ4、オツ4、ジョー4。
影を落とした悪のね、影を落とした悪をで、影を落とした悪を、影を落としたが、じょうじょうじょう。た、わたし、なんて弾いたっけ。四いったべ。四。こう、しゃくちゅうでいこう。で、これはじゃあ長すぎるとしかな。打ち取りしゆう、打ち取りしゆう、シャトーの。だから打ち取りし勇者とのは長すぎる旅力とダブってるな。ああ。勇者との歌詞はなんとか覚えられたのよ。長すぎると一緒だから中五六七六中上四五中。短い旅の記憶、短い旅の記憶、ちょっと怪しいからここ飛ばすね。ここなんて言ってんだろうね。飛ばすねっつったけど、言ったそばから分かりそう。短いは987 8。お、これもしかしてあれかな、後で指使いずらさなくてそのままいける感じかな。8じゃない9だな、無理やり9に変えよう。短い旅の記憶でいこうかな、どうかな。そしてこれ確認で弾いてみた時にどんな感じになるかなのよ。そう、おとりの話のところを飛ばしたんだよね。まるでおとりの話だから、4条読んでいくか。じゃあちょっとゆっくり、まるで踊りの話、終わり迎えた、終わり迎えた、低くなるのか、終わり迎えた、オツじゃない？これもしかして、オンじゃなくてオツで言ってみよう。
感じなんちゃうかなと思うんですけど、っていうか結局私の相棒 iPad オフになってしまいました。必要になったらつけよう。うん。曲が思い出せなくなったら聞こう。イヤホンちょっとノートにかかっちゃったら書けないのよ。短い旅の記憶高いなぁ。よし、頑張ろう頑張ろう。で、とりあえず、感想はもう後回し。で、一番の続きは、物語は終わり、勇者は眠りにつく。これ、一緒だよね、さっきと。ちょっとゆっくり言ってみよう。物語は終わり、勇者は眠りにつく。この地に残して。いけんじゃない、やばいやばい、これ今日仕上がりなかなかいいとこまで行くんじゃないかしら。やだ、私天才かもしんない、やばくね。じゃあ調子に乗ったところで、歌詞これ一緒やから隣にメモっとこう。それはかつてこの地に影を落とした悪を打ち取りし勇者との短いた、え、違う、え、いや、なんで私今なぞったん？違う違う。このそれはかつてこの地にっていうところじゃなくて、え、なんで今私混ざったんだと思う？自画自賛したから？何かしらのバチが当たった？謎すぎるんだけど。落ち着け落ち着け。コーヒーうめえわ。何しようとしてたんだっけ？打ち取りし言う。よし、歌詞を思い出せ。よし。物語は終わりのところなんよ。物語は終わり、勇者は眠りにつく、穏やかな日常、この地に残して。もう私が読めればいいわ。この地に残して、時の流れは無常に、だからこれ多分被らないんだよね。時の流れは無常に、人を忘れさせる、だったかな。人を忘れさせる、
そこに生きた奇跡も、奇跡もだよね。奇跡、そこに生きた、記憶じゃなくて奇跡なんだよね。どうしても記憶って歌っちゃうときあるんだよね。きも、錆びついてく、錆びついてくだわ。ちょっと続き書いとこう。いや、これで調子に乗ってもろくなことない。メモしたところが合ってるかどうか。物語は終わり、勇者は眠りにつく、穏やかな日常をこの地に残して、時の流れか、チューチューチュー、時の流れ、時の流れ、ワームがおつ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 、時の流れは無常に、四乗四、無常が四、うが乗、え、なんでや、四ね。人を忘れさせる、ここも人を忘れ、時の流れは無常に、人を忘れさせる、人を忘れ、人をはチューチューチューでいくか、人を忘れ、え、人を忘れ、人を忘れ、まあ納得いかないけど4にしとこう。れ、四個中、そこに生きた奇跡を、だから打ち取りしとかぶるのかな。そこに生きた奇跡、これは被るから書けるぞ。中五六七六、そこに息オフ、そこに息、たきせきもで、続くな、中だな。さあ、びついてく。そこに生きた奇跡も、さあ、びついてく。だから、なんか高いぞ、高いぞ。三弦を使うのかな。六じゃね、さあ、B。7、8じゃない、これは。サビ2が7で、E が8。戻るな、7、6。この駆け上がるようなの、駆け下りるようなの感じ？これが滑らかに弾けたら素晴らしいんだよな。で、ここから雰囲気変わるよ。それでも君の、だから、いつ弾いてく、それでも、だから6から下がるの。先だから7シャープ行ってみる。それでも君のでしょ。76、君いのでやってみようか。
違うな。全然違うじゃん。五五五五じゃな。しかもまた尺、尺のこと7尺つってた。ひどいな。うん、メモ、え？尺のこと7シャープって言ってたの？ひどいな。五を、こう、それでも君いいのって感じかな。これは、五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 の繰り返しで言ってみて、よし、中高でいこう。ことを、中高、言葉も、願いも、勇気も、だから、言葉も、願いも、勇気も、よし、ことを、言葉も願いも勇気もね願いも おで木は高くなるのよね。7六かな。今も確かに私の中で生きてる竹は今も確かに私のなんか私のって感じなんで私の中で生きてる今も今もはチューチューこうかな。中中高五五五五五五と高だけなんてなんて素敵な指使い。私のは五五五。中でいくか。中だねこれは。7じゃない？な、あれ？ちょっと待って。なお。こう7。で。7。6。中行ってみる？いい、生きてるの。いいは中かな。まあ九、とりあえずこの九に行く時の手の動かし方に関して後で考えることにしよう。ここまでが合ってるかどうかを。ゆっくり弾いて確認してみようかな。いけるかな。時の流れはから行ってみるか。あとダブってたもんね。人を忘れさせるだよね。こうじゃなくてこう五中じゃない？うん。
8ちょっと押さえ間違えたけど、8かな。じゃないよね。で、生きてる、同じ道をだから、8787かな。今も確かに私の中で生きてる同じ道を。8だな。タコ、嘘でしょ？え？やだ、これ書いたところで弾けんのかな。え、同じ道を。最悪、これ8で弾かないで1オクターブ下げっか。同じ道を、同じ道を、ラン9、ランが9、同じ道を、を書き忘れたぞ。同じ道を、絵がさっき8で選んだ。そういえばこの同じ道って私ずっと、この信用の道だと思ってたんですよ。違ったんですね。道、途中のとって書く。首じゃなくて、余るの方の道。いやー、味わい深い歌詞。もうほんとね、フリーレン泣けるのよ。一周目見た後で、二周目で泣く、さらに。もうね、なんて言うといいの？もう見てる人わかるよね。ほんと。どうしたらいいのか。感情が大渋滞する作品よ。ランダーは5か。同じ道を選んだ、そう、下がる？そうをこうにするなら、それだけだった。それだけだった。そうをこうにしたでしょ？それだけだった。レーダー計午後7、6個はずなのに、いつの間にかどうしてだから、1か8か、ジョージョージョーで言ってみよう。はずなのにを、ジョーで言ってみよう。はずなのに、ジョージョー、え？同じ道を選んだ、それだけだ、それだけだったはずな、はずなのにかな。とりあえず4入れとこう。もう中で言ってみるかな。はずなのに、いつの間にか、どう、あれ歌詞合ってる。同じ道を選んだ、それだけだったはずなのに、いつの間にかどうして、頬を伝う涙の、頬を伝う、頬をを伝う涙の、中中中五だね。いつの間に
どうしてはいつの間にかと、納得はいかないが中上4にしておこう。中上いつの間にかどうしてほほ下がるね。おつおつろうよんほほおつたうほほおつたう涙のだからおい尺尺7じゃないよ尺だよ尺のちょっと遠い方だからシャープつけとこう。書く場所間違う。違う。だじゃない。だじゃない。なんで？うだよ。順番に行くのね。こう、五、六、七。わけを、もっと、ここを伝うのみたな。8と。知りたいんだ。知りたいんだ。7？わけをもっと知りたいんだ。だから。6たいんだはじゃあ5かな。今さらだってん？今さらは5557かな。お今さら5557。だっては6こうでいってみよう。今さらだって共に歩んだ旅路をたどればは それだけだったら一緒なのかな。ん？違う。もっと知りたいんだ今更だって共に歩んだ旅路をたどれば。
で行ってみる。共に歩んだ、共に歩んだ旅路を、うん、今更だって共今更だって共に歩ん4を5にしてみる。中5、5かな ?4。たどれば、そこにたどれば。4。4かな?そこに君はいなくとも、そこに君は、そこに君は、頬を伝う涙のと近いぞ、これは。それか、頬を伝う涙のが間違ってるからな。そこに君はいなくとも、そこに、おつろ四畳十尺五五六ん?そこに君はいなくとも七六そこに君はいなくとも、きっと見つけられる。いなくとも、き。ってことは、6より下だから。中でいこう。中大活躍やな。きっと、見つけ、こぼすこぼすられる。やっぱり飲んどこう。コーヒーうめえな。みも中だな。みー8か9。8、6。こう、五、五かな?はい!とりあえず一番だけいけた感じじゃない?これ。どうよ?こんな感じで。おう、透けてる。見えない。まさかの、ここで iPad が役に立つときは。まずね、出だしのところ、見えるかしら?こんな感じよね。で、透けてるよ。でね。で、最後のところだけちょっと文字がでっかくて、入りきらなかったらこんな感じよ。とりあえずこんな感じでまず歌詞のところができました。いわゆる勘ってやつですね。全く皆さんの参考にならない気がしてきた。ごめんね。じゃあとりあえず、
今ここまででやったやつを行ってみましょう。ゆっくり弾けるかな。ま、ちょっとカットします。物語は終わるから。するな。中上4じゃなくて上上4かな。上上4。ん？上44だね。シャープいらなかった。よし、これもう無理。いきなり5に飛ぶとか無理だからロゴにしよう。ロゴは9の隣の中弦、中汁 ?2 弦の押さえるところにあります。わけを、この毛はロゴ。見つけられるは中86655ね。よし、いい感じに区切りがついたところで、例えばこれをじゃあ
そうだな、このアニメで使われてる部分だけでクンクンシー作ってここだけを販売するとしたら250円かな。フルサイズは550円だな、いつも通り。三振の伴奏のところが歌いながら難しいもんな。結構早いよね。まるで踊りの話ある迎えた私長すぎる旅路から切り出した一節、それはかつてこの地に影を落とした悪女打ち取りし勇者との問題のところよ。感想はこう、感想ここに、あ、感想ここにメモしよう。感想の謎の言葉こう、じゅう、いや違う、こう5だよ。なんで中だと思ったの？中大活躍してたから、中が多いから、多分これかな。6、5、5、これをかける2と。仕事はここからさらにいい感じの伴奏を考えることなのよね。そうなのよ。いい感じの伴奏なんてこったい。いい感じの伴奏を考えるためにはまず曲を繰り返し聴かなきゃならないと。
繰り返し繰り返し聞いて、もう一体何を聞いてるのか分からなくなるまで聞いて、わけが分からなくなって、そんなことの繰り返しですよ、クンクンシー作りなんていうのは。はあ、ちょっと待って、今何時、初めてか、やだ、もうすぐ1時間経っちゃうじゃない、なんてこと、なんてことよ。よし、じゃあそうだな、あんまり長尺の動画にするのも好きじゃないので、いつも映像ノーカットでお送りしてますけれども、字幕つけるの結構大変なんですよね。まあ私の、ズボラでガサツなところがちょっとあれですね、あれと濁して表現しましたが、皆さんお察し、残念な感じの、所詮事務員ですので、その辺はちょっと多めに見ていただいて。音楽家じゃないんですよ、私。事務員なんですよ。そう、私事務員なんだわ。いや、今その確認してどうする。どうしようかな、そしたら。同じ道を選んだ中じゃないのところがいいのかな。わかった。ここまでで、メインの旋律の部分ですよね。歌のメロディー。ここまではできましたと。それじゃあ、今後、どんな風にできるのかと、作った後で解説しましょう。結局私、用意したのに曲一回も聴かなかったってこと？この後、私、一生懸命、YOASOBIの勇者を聴きながら、どの音を拾おうかなって考えて、音を拾って、命に嫌われているの、命に嫌われているでやってたような、いやらしい楽譜を作るように頑張っていきますので、どんな仕上がりになるかっていうのをご報告したいと思います。さすがに来週は無理なので。来週は無理なので、次回の動画は、やりませんけど、曲があらかた固まりましたら、またご報告という形で、クイパラチャンネルで、夜遊びクンクンシーの楽譜を作るぞーという企画を、12月入ってからかな、だってもう11月終わりですもんね、12月入って第2週ぐらいまでにはまとめたいと思いますので、皆さん楽しみにお待ちください。今日はこんなところで、お付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。それではまたねー。